ちゃ。こんにちは。はい、はい、豊さん、また開幕して1週間経ちましたけれども、ね、ったなあっという間だな。でもな、1週間ってね、うん、そうですね、うん、まあ2カード目が、そうだね、2カード目が終わったということで、はいはい、どうでしたか。なんか連勝連敗がすごく目立つな、うん、なんかね、3連勝3連敗みたいなが多いな。あんまないですよね、これほどにいろんなカードでそれが出るっていうのは。そうそう、だから極端に出てるよね、うん、なんかこれってそうなる要因ってなんかあるんですかね。なんだろうね、これはね、うん、まあ、ピッチャーの出来とかいろんなことも考えられるんだけども、うん、まあ、だけど得て増えてとかいろんなことをこう考えても、だいたい1勝2敗とか2勝1敗でどちらかが勝ち越すっていうようなことが多いんだろうけども、あれですかね、まだこう始まって負けるとかの切り替えができないとか、まあ、切り替えもできないだろうし、まだちょっと野球が落ち着いてない部分も多いよね。だからエラーが目立ったりとかもしてる、かなりね、うんうん、でそういうのが出るとやっぱそのチームがこう立て直すのに少し時間かかっちゃうとか、だから引きずっちゃうんだよね、うんうん、だから、まあ、切り替えをうまくしていかないと、うん、こうズルズルっといっちゃうというような、ね、まあそんな感じにはなるよね。じゃあもう一試合一試合でこうリセットしていく。まあまあそうだね、うん、もう本当に切り替え切り替えでいかないと、長いシーズン引きずってるとズル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 、なんかこういつまでもこう調子が出ないままね、なんかいっちゃいそうな気がする。この今回の結果から見ていきましょう。そうだね、はい、はい、まずセリーグから、はい、はい、勝ち越したチームに赤枠です。で巨人、はい、広島、DeNA がそれぞれ3連勝ということですね。3連勝3連敗で分けてんだよね、うん、星がね、あんまり見ない星ですね。まあそうだね、うん、でまあ、あのヤクルト巨人の方から、はい、まあ、ヤクルトはやっぱりちょっとねエラー、まあ、ショートの長岡、まあ、名前は出しちゃうけど、はい、がエラーをしてね、それ取っとけばゲッツーでその回終わってたんだよね、うん、それエラーでゲッツー取れなくて、そこから連打が生まれてこう星を落としていくんだよ、うん、それが1戦目だったかな、はい、うん、だからそういうことで、まあ、初戦を取れなかったということね、うん、でその中に村上のエラーもあったし、はい、3戦目にね、うん、とかちょっとミスが目立つんだよねヤクルトはね。それと開幕3連戦、はい、素晴らしい打撃を見せた野手陣が、はい、少しちょっと低調になってきてるよね。うん、いきなりマックスで入っちゃって、はい、あとは落ちるしかないっていうような、だからもう少しこうバッティングが上がってくるのを待たなきゃいけないかなっていうような、う、まあそんな感じかな。まあ石川も投げたんだけど、石川に勝たしてやりたかったね。うん、で巨人の方、はい、東郷メルセデス掘ったって投げたんだけど、はい、3連戦前の3連戦もそうだけど、うん、必ず若手を使ってきてる巨人がね、はい、その中で、まあ、掘った、うん、やっぱ素晴らしいわね。これはやっぱまっすぐっていうのがさほど速くないんだよね、うん、球速は、はい、球速的には142-3をこう常時とすれば、はい、ランナーがいる時に限り145とか、うん、5から8ぐらいまで出してくるんだよね、うん、だからギアチェンジができるピッチャーだな堀田って。それとチェンジアップが素晴らしくいい。なるほど。だからそういうことで、そうすることで、うん、まあ、緩急で、まあ、打ち取るというね、はい、まあ、それでカウント球でも取ってくるし、勝負球はこう低く丁寧に投げてくるし、うん、だすごいこうやっぱセンスを感じるね堀田って。初登板初勝利ということになりましたよね。そうなんだよ。その試合の中で、それまでの巨人っていうのはやっぱこう効果的な一発がみんな出てたんだよね、うん、そういう試合の時は野手に任してるけど、うん、ホームランが出ないっていう風になってくると、原監督がやっぱり1点を取りに、うん、終盤にワンアウトランナーサード、あ、ランナー1塁で大城にバントを命じるんだよね、うん、だからツーアウトになっても1点が欲しいというかさ、うん、あ、まあ、そういうことで大城がバント失敗するんだけど、はい、その後やっぱそういう選手ってやっぱ監督がワンアウトツーアウトにしてまで1点送りたいっていう風に出されたバッターってやっぱり必死になるよね、うん、でその必死さが生んでチャンスを広げみたいな。で吉川もあのセーフティースクイズやってそれ失敗して、はい、で必死にこうランナーを返しに行って追加点を取るという、うん、その試合は堀田の試合だったんだよ。やっぱその若手にやっぱこう白星を挙げるっていうのはさ、うん、原監督っていうのはやっぱ執念あるなという。で今年から延長12回でしょ、はい、で全球団に言えることなんだけども、うん、ピッチャーの出し惜しみっていうのがすごく、はい、
目につくんだよ。うーんピッチャー変えここで変えないのかなって、まあ、ヤクルトの初戦でもそうなんだよね。ちょっと引っ張るピッチャーをいやもう変えていいんじゃないのっていうふうに思った時でも変えなくて、まあ、ちょっと打たれたケースがあるんだけども、はい、原監督って一勝を取るためになんかねもうつぎ込んだ7人のピッチャーをリレーして勝ったという、うん、でも得点もそんなに離れてるわけじゃないから延長も考えなきゃいけないんだけども、うん、だけどやっぱこの原監督のその経験値の高さ、うんまあ、そういうものが生きてるね采配にね、うん、でその差がこういう結果につながったということですか。まあ、繋がったね。巨人の選手の状態もすごくいいけどね、はい、で広島阪神、はい、広島の課題って中継ぎ陣だったんだよね、はい、やっぱしっかり投げれるようになってるというか、はい、去年の経験が すごく生きてるというかね、うん、あとはやっぱこうスタミナがどこまで続くかということ。開幕から6連勝そうなんだよ。それと、ね、はい、あの笹岡監督がやっぱ動き出したんだよね、はい、例えばバスターやったりだとか、はい、まあ、盗塁仕掛けたりだとか、そう去年まではそんなに動かなかったんだけども、うん、なんかすごくこう動き出してきてる。でそれやっぱり広島の選手ってこう身軽っていうかさ、うん、すごくこう動かしやすい選手がいるんだよね、はい、でやっぱ動かすと野球のリズムになってくるというか、うん、そういう選手がいるから今年下馬評では最下位予想がみんな多かったんだけど、そうですね、これ広島って結構やるかもわからないね。蓋を開けてみると全く違った印象ですか。いやちょっと違うな。もうちょっとピッチャーがもともとするのかなって、うん、まあ、先発ピッチャー頭数は揃ってて、はい、まあ、いいピッチャーがいるんだけど、はい、中継ぎ去年ね、中継ぎが揃わなくてあのバタバタしたケースが多かったから、うん、はい、そういうことになるのかなと思ったけども、だけど終盤逆転してそのまま逃げ切るとかさ、だから非常になんかこう安定した6連勝だよね、うん、鈴木誠也さんが抜けたっていうところ、うん、これはね、あのみんなでカバーしようとしてるよね、うん、だから一人でカバーするんじゃなくていないもんはいない、だからみんなで輪になってカバーするんだっていうような、うん、そういうことがなんか見受けられるよね。じゃあそこもきちんと穴は埋まっている感じですかね、うん、まあここまではね今のところ、うん、今のまあみんなが調子がいいからね、はい、この状態が続いていけばまあ広島は結構今年いいかなって思うよね。一方阪神は阪神心配ですねちょっとやっぱ7点差をね開幕戦でひっくり返された。で外国人の抑え、まあ、2試合ぐらい失敗してるよね。まあファームに落ちちゃったけどさ、だけどなんて言うんだろうな、まあいろいろ打順もいじってきたりはしてるけど、はい、結局ピッチャーもあんまり良くはないけどね、うん、良くはないけどやっぱこう打ってあげないと、もっとね、うん、開幕戦打ったけどその後そんなに打ててないんだよね。俺が思うによ、だからチームリーダーだとかどうのこうのっては言うかもわからないけども、はい、まあそんなことより俺打順を戻した方がいいと思うんだよ。で1番近本、2番、はい、中野、3番マルテ、4番に大山、うん、で5番に糸原でもいいわ、佐藤で梅ちゃん、まあこれが去年の大体の打順なんだけどさ、その方がみんな慣れてて打ちやすいんじゃないかなと思うんだよね。でね、佐藤も確かに成長もしてるしいいと思うんだけども、4番に入れてると、まあ、やっぱ大事なところでランナーを返したいっていうんでちょっとバッティングが小さくなってる部分があるね。で6番で伸び伸びやった方がホームランは増えると思うんだよ。だから、まあ、矢野監督はやっぱ最終年で、まあ、佐藤を4番としての置き土産にしたいっていうその気持ちも分かるんだけどもさ、うん、まだそこまで焦る必要はないんじゃないかなっていうような、まあ、そんな感じがするよね。無理やり4番を出せてるというような、まあ、そんな感じがするよね。じゃあそういったこう思いがこう逆に空回りというか、うん、うまくはまってこないっていう結果なんですかね。まあそうだね。で広島はあの野手の、はい、これ言い忘れたけどあの外国人取ったんだよね、マクブルーム、うん、そうそうそう、はい、久しぶりに広島に打てる外国人が来たという、まあ、これもすごく効果的だ。なるほど、うん、はい、そういったところがこの3連勝、はい、
につながっているんですかね。そうだね。まあ阪神はちょっと頑張ってほしいな、はい、うん、うん、で続きまして中日対 DeNA。 そうだね、これ DeNA の3連勝、日高さん良かったですね。まあ、ちょっとホッとしたけどね。でも中日も2位にしてるからさ。そうですね、うん、だからちょっと頑張ってほしいんだけど、はい、巨人戦の3戦目に立浪新監督が初勝利をした、はい、これでちょっと乗っていくかなと思ったら、うん、まあ、地元に帰るしね、うん、ちょっと良くないね。ホームに帰っての勝ちをつけることができなかったですね。そうだね、やっぱね、チームがね、少し使ってる選手たちが若いっていうことがある。強打はそんなに若くはないんだけど、はい、3戦目の試合でね、はい、0-0 でずっと行ってた8回、ね、立浪監督が耳元でなんかアドバイスをした、はい、先頭バッターで立った、うん、長打を打ったんだよね、はい、宇宙間か、うん、宇宙間を抜いた、セカンドに止まっときゃいいのにさ、へえ、サードまで行っちゃう、大丈夫かと思ったら刺されたという、うん、これはまあ DeNA の中継も見事だったんだけども、はい、ノーアウトランナーセカンドでもいれば、うん、まあ、送りバントスクイーズで1点取ったら多分その試合は中日が勝ったと思うんだよね、うん、やっぱ連敗してるとか、やっぱみんな相対的に打てないとかなってくると、一つ前の塁を取りたいっていうのは分かるよね、うん、だからそういう気持ちがやっぱこう三塁まで走らせたんだろうと思うけど、はい、まあ、そういうところもやっぱこう冷静に考えるとね、悔いが残るし、うん、まあ、例えば石川の守備でも、ワンアウトランナー1・3塁、牧の打席痛烈なサードゴロだったんだよ、うん、ね、1・3塁でね、はい、でサードランナースタートしたんだよ、うん、それにつられてホームに投げちゃったんだよね。その回は出るに抑えたからそんな大した問題にはならなかったと思うんだよ、はい、でもあの痛烈な当たりだったらゲッツー取ったらもう終わりだよね、はい、そういうところに若さがあるなっていうような、うん、もうとにかく点はやりたくないっていう、そうだね、まあ、もちろん 0-0 で言ってたから点はやっちゃいけないんだけどもさ、はい、やっぱりそこら辺はゲッツーを取ってピッチャー楽にしてやらないとちょっと重荷になるかなっていう、そういう守備がね、でもそういった時の瞬時の判断の差がこういったところにも出てくる、まあ、出てくるな。だからやっぱそういう一つ一つをね、うん、勉強したんだから次の日は上手くなっててほしいよね、うん、で DeNA やっぱ打線がつながる、やっぱ外国人お二人いないでしょ、はい、それの心配がありましたけど、うん、だけど、うん、まあ、みんな状態良くなってきてるし、まあ、佐野もいいしね、うん、牧は相変わらずいいし、はい、みたいな、楠本は使えば打つしみたいな、長打はそんな破壊力はないんだけどもさ、はい、やっぱ打線がやっぱつながるよね、うん、ここはそこに外オースティンが帰ってくると厄介な打線になるし強くなるよ。浜ちゃんなんかは、はい、浜口なんか8回無失点一つのフォアボールだ。素晴らしい。最初は最初って立ち上がりひっちゃかめっちゃかになるピッチャーなのにさ、でも石田も先発に戻って勝ったしさ、はい、うん、山崎は2試合連続でセーブを上げてるし、はい、非常に好材料が揃ってきたという、うん、そんな感じがする3連戦だったよね、うん、今はチームの状態も良くて、そうだね、うん、でも外国人2人がいるといないじゃ全然違うからね、うん、だから早く帰ってくると少し楽になるし選手の層も厚くなってくるよね。でこの3連戦を 見る限り、うん、監督の経験値が、まあ、重要って書いてあるんだけども、はい、やっぱ原監督だよね、うん、原監督をやっぱ他の球団の監督もよく見とくといいよ、うん、やっぱね同郷が育ってるのとやっぱ経験してる数が違うから、うん、延長12回、ピッチャー交代だろうってパ・リーグの試合を見ててもあるんだよね、うん、延長12回になったら、もうそろそろ変えた方がいいって思うんだけども変えない、うん、これはやっぱり延長12回、ここで変えるとピッチャーの駒がとかいろいろ考えてると思うんだよ。でも原監督はここ勝負勝てると思った試合は惜しげもなくつぎ込んでいく、うん、ああいうところの度胸の良さとか居直り、うん、これはやっぱりね他の監督もやっぱり勉強になるところだと思うよ、うん、だからよく見といたらいいと思うよ原監督を。でワンアウトランナー一塁ツーアウトになってでも一人にかけるとかね、そういう執念がやっぱ選手の必死さも呼ぶし、あの結果も
ついてくるときには、ついたときにはチームの勢いになってくるよね。それはやっぱ原監督がよく知ってるわ、うん、やっぱさすがだわね、まあ、そういうセリーグでした。続きましてはパリーグの方行きます、はい、こちらもそうですね、日本ハムが1勝2敗ということで、そうだね、ありましたが、あとは3連勝3連敗というような結果です。これ全部ビジターが勝ってるね。そうですね、ホームチームが勝てなかったということで、ね、ロッテの方接戦を落とす、 1,2 戦1点差で3試合目に2点差になったのかな、はい、ロッテはねやっぱ打ててない。でその中でマーティン3戦目にやっとヒットが出た、19打席目に。だからマーティンがやっぱ元気を出さないと、やっぱ打線ってつながってこないし、あの点は取れないよね。マーティンが1本ヒットが出たというところから、やっぱロッテはスタートかなっていうような感じがするよね。だから去年でもその荻野マーティンでチャンスを広げたりだとか、はい、点を取ってきた打線だから、うん、やっぱマーティンが一つの鍵を握ってるんだよね、うん、あそこは、うん、だからマーティンに、まあ、負けたけども1本出たというのが次へつながるかなっていうふうに、うん、まあ、思う。でソフトバンクの方勝ったとはいえ喜べない。栗原がねえちょっと前十字靭帯断裂、はい、だからこれはね今年はちょっともう無理かもわからないよね。そのぐらいの大怪我になっちゃったよ。そうですね、うん、だから昔ね、まあ吉村が、うん、あ、はい、工作してね、うん、怪我をした、はい、まあ長期離脱を余儀なくされて、はい、まあ短命に終わっちゃったよね、はい、うん、だから大事にね、ちゃんと復帰できればいいなっていうふうにもう願うしかないけどもね。本当にそうですね、うん、ただ栗原っていうのはチームの中心でもあるしね、だから誰を使って埋めていくのかっていうのがね、まあ今後の課題になってくるけど、はい、ソフトバンクのあの藤本監督、うん、動くと当たる、でも決してバタバタしない、ピンポイントでこれっていうのをやって選手がそれに応えるという、非常に選手をよく見てるよね。うん、藤本監督はこう2軍の監督の経験は終わりでも、そうそうそう、今回は一応ルーキーの監督さんということで、まあそうだね、まあ、うん、2軍の監督は育成だとか、はい、教育の場だよね、はい、でも1軍で勝負の場だから、うん、だけど一緒に勝負をするのに3戦目に大関を使ったんだよね、うん、育成3年目の、はい、初登板初勝利になったんだけど、うん、やっぱりよく見てるよね、うん、それとその選手がどういうピッチングをしたかって言ったら6回かフォアボールなしなんだよね、うん、だから高騰していくという、その3戦目に同じようにルーキー2人を使って、逃げ切るという、森を休ませるとか、うん、すごくなんか度胸も座ってるし選手の特徴もよく見てる、うん、でまあチームの状態もいいからまあ3連勝したけどね、はい、まあ落ち着いてる、もう開幕から見てるけどどっしりしてるな。なるほど、はい、はい、でオリックス楽天、はい、オリックスはちょっとミスが失点につながるケースがちょっと増えてるね。なるほど、うん、だからまあ打てない、はい、まあ吉田正尚杉本、うん、まあ、そういった中軸がちょっと打ててないよね、うん、まあ徐々には上がってきてるけど、これ打線がやっぱつながらないんだよね。ヒットは出るも単発で終わってるという、でなかなかつながりができてこない、だから非常に苦しいと思う。でピッチャーはまあそこそこ頑張ってるけど、はい、やっぱ打ってくれないとちょっと苦しいかな、うん、はい、で楽天、はい、で楽天の方は滝中が3戦目に出てきたんだけど、うん、はい、1回雨で飛んでるんだよね、はい、開幕2試合目はね、はい、ロッテ戦に投げる予定だったのが、うん、でも5試合目に滝中という投手が投げてくる、うん、だから素晴らしいピッチングを見せるんだよね、うん、だから楽天の投手の層、うん、すごく厚みを感じるよね、うんうん、それとヤクルトの切り札って言ったら川端でしょ、はい、今楽天では銀次がやってるんだよね、うん、この銀次もやっぱねしぶといわ、バッティングは、はい、あの川端と双璧というか、うん、やっぱこう勝負強さも持ってるしね、だから非常にあの楽天の層がすごく厚くなってきてるというね、まあそんな感じがするよね、うん、まあそれとやっぱ接戦に強くなってきてるのは、うん、やっぱ松井が後ろでしっかりしてるっていうことだよね、うん、はい、さあ最後、はい、日本ハム対西武ね、はい、唯一ねここが3連勝3連敗ではなくなかった、1勝2敗、
ちょっと俺も解説行ったけどね、その日は勝てるかなと思ったんだけど、そんな甘いもんではなかった。なく3戦目にようやく白星、うん、ビッグボス初勝利ということで、ね、でまあ新監督の、はい、まあ、チームの色とか、はい、チームの雰囲気だとか全部根こそぎ変えたいんだよね、うん、ビッグボスは、はい、そのために1戦から6戦まで同じオーダーを組んだことがないんだよ、うん、で勝った試合も昨日とは全然違うし、うん、で4番まで1番から何か根こそぎ変えていくという、はい、これはねやっぱり選手の特性を掴もうとしてるね、探ってるような感じ、探ってる、だからまだ把握しきれてない、そのチームの全体を、うんうん、本当はそれをオープン戦でやりたかったんだと思うんだけど、はい、オープン戦では多分時間が足りなかったんだと思うよ、うん、だから今年は優勝しないとか言えるんだよ。でも全てそれは新庄監督のビッグボスの意図するところのうちで行われていることっていうことですかね、うん、まあそうだね、レギュラーを誰にするのとか、うん、ポジションは本当にどこがいいのかとか、うん、いろんなことを探ってるよね、それと競争させてる、うん、で日本ハムの清宮良くなってる、解説の時にじっくり見てたけど、はい、一つ一つの練習が丁寧になってる、だから一つ一つスイングするのでも丁寧さが出てきてる、うん、それと自分が絶対これをやらないっていうことを体に染み込まそうとしてる、だからホームランも素晴らしかったけど、はい、俺が2戦目のツーベースね、3打席目のあれなんかもういい形で打ち出した、うんうん、だからまあ期待できるよ、だから今シーズンは数字が出ますかね、うーん、まあ形作りっていうふうに考えておいてくれればね、はい、たまに打つよ絶対に、たまに打つ、しょっちゅう打つとは言わないけど、はい、でもしょっちゅう打つのは来年以降からかな、うん、でセーブどう思うかね、この1勝をね上げちゃったっていうのは ね、まあ、複雑だけど、ここに1勝上げたのは山川が2戦目で怪我したんだよね、そうなんですよね、うん、で今日も殿崎が怪我しそうになったんだよね、うん、ランナーと交錯して、うん、ちょっと怪我には気をつけてほしいんだけどもさ、だけどやっぱりこう佐藤ルーキーの佐藤が1戦目に投げて、うん、もう見事なピッチングだよね、あの隅田ともう双璧というか、はい、本当はやっぱりドラフト1位にかかってもおかしくないの逸材なんだよね、うん、それが西武が2位で取れたという、うん、左を1位2位が素晴らしい、ね、そうだよ、そう、それで勝ったというね、だから非常にあの、まあ、2戦目は松本でね勝ったし、東証王国って俺言ってたんだけど、はい、まあ、平も素晴らしいし、うん、まあ、非常に今年は西武は、まあ、6戦 見たけど安定してくるんじゃないかなっていう、うん、ただ山川の怪我心配だけどね、そうですね、絶好調でしたから、そうなんだよ、でもね、あそこの打線はねやっぱね質が高い、捉え出したら止まらない、まあ7連打っていうのを見たけど、はい、やっぱねそれなりに頭を使って打ってきてるわ、うん、パ・リーグの中で言えば、まあ、ビッグボスが8勝利、はい、これがやっぱりほっとした、もうもちろんご本人はほっとされたと思うんですけど、あみんなほっとしました、まあ、そうだねあのビッグボスは負けても、はい、そんなに今年は悔しさを表に出さないのかなっていうふうに思ったら、いや目つきが変わるねやっぱ、いやもうコメントを差し控えますっていう時点で、まあうね、もう気にしていないわけはないという、まあ、まあそうだねだからあのなんていうの、今日でも勝ったけど、まあ昨日勝ったけども、はい、やっぱ嬉しそうだったな、でも新庄監督、ビッグボス、その初勝利のボールをスタンドに投げるかなと思ったら大事にしまうんだね、まあ、それはちょっとびっくりしたけどさ、やっぱり特別なものなんですか、まあ、特別なもんなんだろうねまあだけど、はい、なんていうのかな、まあオリックスにもうちょっと頑張ってほしいし、うん、まあロッテマーティンがねやっとヒットが出たというところで、うん、まあこれからかなという、はい、でソフトバンクが逆に調子はいいけども栗原の怪我を誰が埋めていくのかという、で楽天はやっぱピッチャーがいいっていうのが分かった、はい、まあ、でも西武もやっぱ投手がいいっていうのとやっぱ打線、うん、まあ、山川が絶好調だったで、まあ怪我しちゃったけどね、うん、山川がやっぱ戻ってきたという、うん、だからパ・リーグもまあ目を離せない、まあ、そういうまあ3連戦でしたね、はい、また次のカードも楽しみですね、はい、そうだね、はい、はい。